なんか私側が多分バグってるのでちょっとあのブツって切れちゃったりなんか回転しちゃったりくるくるしちゃったりするかもしれないんですけど、ちょっとそこは申し訳ない。でも一回ログインし直したので、うん、大丈夫そうですか。なんかね、文字化けみたいな出てくるんだよね私んとこ。定型コメントうるさいと次からつけないですよ変わっただけでうるさいから。今帰ってきたからちょうどいい。そっか、普通の人はお仕事はいいか。お疲れ様ですね。仕事を出してきました。なんか私も無駄にオールしてしまっていて眠いんですけど、寝落ちしたんかと思って。いや、寝落ちするまではね、ではないんだけど、そう、寝てないの。眠れなくて。5月の2日かな、がサイン忘れてたので5月の2日分のサインと5月の2日分サイン今日書くから、今日のランキングそのまますぐサイン書こうかなと思って。分だけ、なんか抜けてたみたいで、なんで今日も今日もおまけで書きます。
今日だけね。別にもらってなくてもいいです。男女上がったこと欲しいないのかな。まあ一回上がってても上がってなくても何でも大丈夫ですよ。ついでなんで。ケーキありがとう。私マシュマロ焼かなきゃいけないんだよね。マシュマロ焼かなくてはいけなくて。マシュマロ焼いていい？素敵マロを送ってください。よかったら。怖い話ご消耗でしたので、これなんて読むかわからない。豪内ゴウチ、ちょっと読めないな。三、実在の拝み屋さんが霊や怪奇に苦しむ相談者を救う実体験を書籍化された本がおすすめです。ドラマにもなり、すでに DVD もあります。花嫁の家は必見、最強です。すごい、なんか有識者出てきた。怖い話の有識者出てきちゃった。うん、でも何て読むかわからないです。ありがとうございます。検索してみますね。リガちゃん、関わりたくない友達と手段切ってるのに手紙がちょっと前に来て、もうすぐ誕生日なんだけどプレゼントが送り込まれてくる可能性があって、もし送りつけられたらどうしたいか。でもめっちゃいい人じゃない、友達。誕生日プレゼントだって勝手に送りつけてくるでしょ。
別にもらえるもんはもらっておけばよくないですか。でもなんか理由があるのかな、どうなんだろう。関わりたくない友達と連絡しなきゃ、うん、難しいな。でも嫌いな人にプレゼントあげないと思うんだよ私。一方的に好かれてるのかな。ね、もらえるものをもらっとけってのが親父の遺言、過去まだ生きてる遺言の意味分かってるか。遺言の意味分かってるか。なんかでもこちら側がすごい関わりたくないのにすごい優しくしてくれる友達とかってどう扱っていいかわからないみたいな気持ちはわからんでもないんですけど、関わりたくないっては言えないのかな。その子のこと傷つけちゃうと思って言わないのかな。でもなんか関わりたくないと思ってる相手に誕生日プレゼントを送りつけるようなことなんてあんましなくない。友達の誕生日プレゼント買って送ってきたんだけど、相手がそう思ってたらどうしよう。ねえ、そう考えちゃうよね。友達の立場としてはなんか、え、なんでってなっちゃうから、それ言っちゃえばよくない。関わりたくないと、うん、もう関わりたくないから別にそういうのいらないよって言ってあげた方が今後のため、この子のためっていう感じな気はするけどね。はい、じゃあこのマシュマロは私が美味しく焼いて食べます。はい、リカタンこんばんは。いつもショールーム配信や SNS アップしてくれてありがとうね。リカタンを拝めて私はとっても幸せ。ずっとずっと私はリカちゃん世界で一番大好きだよ。ありがとうございます。嬉しい、そんな風に言っていただけて。多分こう女の子かな。ありがとうございます。あのすごいクールっていうか、まあなんかあんまりその嬉しさとか表に出さないんですけど、私みんなのお手紙とかもうすごい嬉しいですからね。それだけはちょっと分かっといてほしい。ありがとうございます。特に女の子からの応援はすごい嬉しいです。私ありがとうございます。いつもリカちゃんに定期的に怒られたりいじられてないと私の中に救う S の部分がうごめいてしまいます。ショールームとかの配信で怒られていじったりを求めてしまうと他に見に来ている人に悪いので早く会うことができる機会があるん？どういうことだ？私が定期的に怒ったりいじったりしないと自分の中に救う S の部分がごめいてしまう。でも別にそれはその人のさ性格なのか いいんじゃないの。私に何のあれもないんだけど、私には何の被害もない。うん、あと私のファンの人って一定数ド M だから
別にこれをなんか例えばいじってくださいとか怒ってくださいとか罵ってくださいって書いてても私は罵声ならいくらでも浴びせられるので、うん、でも言ってください。口喧嘩で負けたことないんでケチョンケチョンにできますよ。その S の心が自分では許せないっていうんだったら私がもう精神ズタボロにしてあげます。精神的に追い詰めます。いつでもご用命ください。はい、トラウマになるくらいのことなら言えると思う。まずリカちゃんに言い返せないので口喧嘩になる。だからサンドバッグになってください。私のアイドルなんてアンチのサンドバッグにされてるんだから、私のサンドバッグがいてもいいよね。そんな感じですかね。なので別に遠慮しなくてもいいですよ。あ、でもこれ2個続いてるかも。ド M の時はうまくいってたのに、ちょっと S を出した途端にリカちゃんや他の人に迷惑をかけるようなことになっています。私に S は向いていないのでしょうか。迷惑はかけないでほしいですね。ちょっとどういうことかあんまり詳しくわからないけど、私に迷惑をかける行為を分かっててする人ってもうアンチだから。うん、私は邪魔するやつを排除するだけなので私に迷惑かけないでくださいねっていう、ただただそれ。リカちゃんの手紙出すとどれくらいの日数でリカちゃんの元に届きますか。だいたい1ヶ月に1回くらいは事務所の方から送っていただいているので、1ヶ月に1回くらいの頻度で、どんなに遅くても1ヶ月経つくらいには届いてるよっていう感じですかね。でもなんか私が頼んだら送っていただけるから、何月分と何月分をまとめてくださいって言ったらそうなるから、そういう時は遅いんだけど、はい、プレゼントも一緒ですね。はい、ありがとうございます。待ってます皆さんからのお手紙。リカちゃんの明るさにいつも元気もらってます。私決して明るくはないですよ今も昨日からずっとちょっとしんどくて、さっき配信してた時は結構元気だったんだけど、寝れてないし
ていう感じですかね。はい、ありがとうございます。うん、で TikTok やってるんだけど、青春時計夏バイブの次の日に出した動画見てくれてありがとう。ビメのツイッターの通知が来た時嬉しかった。一緒の宝物だよ。ありがとうございます。逆に動画とか作ってくれて、私はそんなに器用じゃないから動画作るのとかはそんなに上手じゃないんだけど、ファンの人が作る動画めちゃめちゃ嬉しいし、メンバーもすごい見てるので、あとはその会、その会話以外にメンバーをね広められる一個のツールなので、本人がさ SNS で頑張って自分の動画上げたりツイートしたりするのも大事なんだけど、ファンの人がやることによって、そのファンの人をフォローしてる違う界隈の人とかにも届くかもしれないじゃないですか。だからこういうことを、あのまあオピメアートとかもそうなんだけど、なんか進んでやってくれる人とっても嬉しいです。ありがとうございます。みんな知らんグループのそういうの見てなきゃね、なんか知らないグループのさ動画とかさ、このグループ知らないけどすごいなんか泣ける動画作ってんなとか、おもろい動画作ってんなってこと見るしさ、だからまたそういうの作ってくれたら嬉しいなと思います。はい、ジョージを買う予定決まりましたか？ジョージはちょっとね、しつけとあとはやっぱ私がお家にいる期間があまりにもないので、そうだからちょっと不安が勝つかな。誰かに預けたりできたらいいけど、ちょっと怖いなっていう。なんかワンちゃん猫ちゃんだったらね、預けられたり、まあ使い慣れてる人にちょっと頼むとかはできるけど、お猿さんっていうのは結構デリケートで難しいらしくて、ちょっとまだ飼えないですね。はい、これって運営さんもログインして見れるもんなんですか？あまり文章として残して他の人に見られたくない内容なんて、基本変な内容があったら私が言って、あのいつでも見れるようにはなってますっていうか、なんていうの、でも言わなきゃ見ないよ、わかります？例えばルール違反だったり、なんかこのマロ嫌だなって思ったらそれをスクショして見せて、でツイッターはマネージャーさんと一緒にログインしてるものなので全てあのログインできるので、そうだからこれは見れるっちゃ見れるけど、でもよっぽどのことがない限りはマネージャーさんもそんな暇じゃないので見ないと思います。はい、なので安心して送ってください。そんな私以外には誰も見ないし匿名なので大丈夫かと思いますよ。やっとマシュマロ使えるようになって、ありがとう。いいえ、リカ姫に相談があります。少し深刻な相談ですが聞いてください。私は3年前くらいにとある一期生メンバーに嫌われました。自分が悪いのは間違いないんですが、もう私と関わるなと本人から言われてしまいました。その時は怒りの気持ちもあり自分から離れましたが、
初期から応援していたのもあって正直嫌いにはなれないでいます。それに今は2期生の子を応援しているのですが、 NGT を応援している以上どうしても視界には入りますし、気にしないなんて不可能です。まあ、そうですね。この3年間は自ら Twitter やインスタはブロックし、ショールームもフォローを外しました。しかしまた最近どうしても気になってしまい、ちょいちょい活躍を見てしまう自分がいます。もう関わるなと言われているので公演のお見送りでも自分から無視していますが、心が苦しいです。無視しているので向こうの表情は分かりませんが、そろそろ謝ってまた応援してさせてもらいたいという気持ちもあります。手紙を出してみようかとも思いますけど、関わるなと言われているのでどうしたらいいのかと思ってます。何したの本人はもう忘れているかもしれませんし、もう怒ってないかもという考えはないのでしょうか。こんなこと相談できるのは尊敬しているリカ姫だけです。リカ姫の意見聞かせてほしいです。正面でした。何やったの やったことによるよね、うん、やったことによるよね。何が原因ってそうなったのかと思いません？うん、これが私であれ私でなかったとしても、なんかその子が関わるなっていうぐらいのことをしてたらそれはどうなのって思うし、例えば私がねそんな関わるなって思うくらいの内容っていうのは、例えば他のファンにね迷惑をかけてる押し方をしてたとか、あとはそのなんだ新規の方にちょっとなんか挑発的な態度をとっていたとか、私はそういうのが一番悲しいんですよ、ファン同士のね。そうだからあと私に関わるなって言ってるのが私なのか他の子なのか分かんないけどってなった時に、じゃあなんかお見送りとかで無視するのは大人げなさすぎると思うんだよね。いくらあれだって、だって公演見に来てるわけだから、そこを公演を頑張ったメンバーの一人ではあるわけじゃないですか。いや私であれ私じゃなかったとしてもだから別にそれぐらい2期生をしててあれだからって見に来てるんだから、別に手ぐらい振ってあげていいんじゃないと思うし、なんか多分なんだろうな、そんないちいちそこまで詳しい細かいことまで覚えてないとは思うよ思うけど、なんかその時にやってしまったことの重さっていうのを感じてれば大丈夫かなって。うん、ちょっとなんか思春期の中学生の文章みたいな感じなんだけど、これいい大人だったらちょっとびっくりしますね。なんだ、なんか心が痛いぞ。いやなんか、どうやって言ってあげるのが正解なんだろう、これ。誰のことか分かんないかなんだけど、その子の性格にもよると思うし、例えばこの対象がもしも私だったらね、私だったらさすがにその一人一人もう私よくわうざいみたいになるからそれ一人一人覚えてるわけないじゃん、ないよ。だけど内容とかね、でも私だったらそんな関わるなってなるぐらいまであれした持って、多分絶対ファンに迷惑かけてると思うんだよね、他のファンに。
でこの人が界隈にいたら私にとって良くないファンが増えないし嫌な思いするファンがいるって思ったからそういう風に言ってると思うんだよ。それ以外で怒るポイントないんだもん。それかめちゃめちゃセクハラしたか暴力振るったりね。そういうことがなければ私こんなこと言わないと思うから。自分の知らないところで他のファンの人を傷つけてたりしたんじゃないかなと思って、もう一度自分の行いを見直して、でこういうことをしてしまって関わるなって言われたけど、なんかやっぱり応援したいんだよねっていう素直な気持ちを DM なりリプなりでぶつけてみるのでいいのではないでしょうか。関わるなと言われた時点で消えないと。いやでもずっとさ、そのグループ自体は多分応援してくださってる方だと思うので、なんかそんなことは言えないけど、関わるなって言ったら関わんなよみたいな私は思うよ、私はそう思うけど、でもなんか2期生応援したいっていう気持ちがあるならどうしても避けては通れない道じゃないですか。でもそのしてしまったことによるかな。素直に謝る、申し訳なかった、それ以上にもうえ無理無理無理、なんで来たのってなったらもうそれはもうその子には関わるのはやめた方がいいと思うよ。でも大人げないから公園で頑張ってた時くらいはちゃんと手ぐらい振ってあげようね。私すごい傷つくんだよ、目も合わない、ガンするみたいな人すごい傷つく。私のファンの人ってどんなに私が楽しがいいって言っててもちゃんと他のメンバーにも挨拶して帰るよ。それはだってその公演一公演を通して頑張ってパフォーマンスしてたメンバーに対する敬意じゃないですか。私がオタクでもそうすると思いますし、うんだからすごいなんか大人げないなって思う。だってその公演見てたんでしょ。その子だって汗水流して踊ったり歌ったりしてるんだよ、何曲もね。でも朝からリハして、そういうことをなんかファンの人たくさん楽しんでくれるかなみたいなことを考えてさ公演してるのに、それはその子にとってなんかかわいそうだなって思うし、いくらなんか嫌いなメンバーでもその公演頑張ってたことには変わりないんだから、そうありがとうの気持ちしかない。頑張ればしなきゃ気がついて通り過ぎちゃっていうことはあって本当にごめんなさい。いやなんかその前のメンバーと喋ってたりとかして私に気づかないとかだったらさすがにステージからって思ったよりもみんなのことすごく見えてるからそれはわかるよ。あいっぱい話してて気づかないんだなっていうのわかるし、だけどなんかあからさまにガンスルーされる時、あと今人数少ないから間隔空けてやってるしあんまりそういうことないと思うんですよ。それすごい悲しいんですよ私は別にもう慣れたからいいけど、なんか他のメンバーには絶対そんなことしてほしくないなって思う。だって私が知ってる限り NGT でなんか無視していいような子はいないから、みんな頑張ってるからね、私はいいよもう別に、だけど慣れてるから。だけどみんな頑張ってリハしたりしてみんなのこと楽しませようと思ってるのに、それはなんか公演を見てある程度その楽しませてもらった人のやる態度ではないかなって思う。
ちんやくんペアの子無視されたけど作ったって、本当にそうなんですけど、推しメンにも推しメン以外にも推しメンにとって悲しいことは何だろうってまず考えてほしいっていうのと、思ってる2倍は優しく接しないと、やっぱりファンとアイドルっていうところで一個なんだろう壁があるわけですよ。全然伝わらないから優しさは。でも冷たさはすごい貫通してくるのね。あーなんかこの人私のこと嫌いなんだなってすぐわかるし、もう何年もやってるからかもわかんないけど、やっぱりなんかあの人には話しかけない方がいいなとか、毎回公演入ってくれてるけど私のことはそんなに好きじゃないんだろうなって人にはもう私からも話しかけられないし怖くて、だからそういうことをしてて、じゃあ一緒に活動してる自分の推してるメンバーがどう思うかだよね。だってこの子は無視されてる子は、あ、まるまるちゃんのファンの人に無視されてるっていう風に思うわけ。どっちもいい思いしないじゃん。それって別にマイナスしか生まなくないって思うんですよ。え、そうじゃない。だって分かるわけだから、こっち側からは、あ、誰々のファンだ、誰々のファンって私のこと嫌いなんだって思っちゃったら、なんかもう、あ、じゃあなんかそういう風に私の方から接しない方がいいのかなとか思っちゃうからさ、どこまで行っても人間なんですよアイドルも。だし、そのファンとアイドルっていうのがある分、もうほんと思ってる2倍は優しくしてほしい。し、思ってる2倍は楽しんでるよっていう感じを伝えてあげることでアイドルは頑張れるから。その子のことが好きならね。だからなんか、じゃあこの人もその子にとって最善のことは何かっていうのを考えたら、おのずと答えは出るかなと。こんなことをわざわざ説明しなきゃいけない、ウピメがマジ大変。いやそうなんだよね。いやわかるじゃん、もういい大人なんだからさ。言うて公演来るファンの人とか30、40前後の男性の方たくさんいるんですよ。私は女性のファンの方もありがたいことに多いんですけど、そんないい大人が若い子に対してする態度じゃないよ。一回全部真っさらにして考えてみてほしい。相手アイドルだし、自分たちファンのために歌ったり踊ったりしてんだよ。で、自分で選んだ道とはいえ傷つかないわけがないじゃないですか、この世界で。そんな中頑張ってアイドルしてくれてるんですよ。そう、推しに対して、ね、私が思うことね。で、なんかそんな、こんな世界で頑張ってる推しに対してそんな態度私は絶対に取れない。私がオタクだったらね。いや、お金出してるよ。お金出してるし、なんかそういう気持ちもあるかもしれない。だけどまず一個、私がファンの時の気持ち
アイドルになってくれてありがとうっていう気持ちを忘れないこと。なんかその道を選んでくれてありがとうって思うこと。それまでにみんなが見るステージまでに辛いレッスンとか何時間も何時間も練習してきた期間があるわけ。その後ろを忘れないでほしい。じゃあお話し会、お話し会も毎回違う服を着てどういうのがファンの人喜ぶかなって考えてる期間があるわけ。48なんて人数多いから全部セルフプロデュースなんですよ。すごい考えてると思いますよ NGT のメンバーは。本当にそう思う。私が見えてるのは NGT だけだからそういう風に言うけど、世間の人が思ってる大層なことができるようなメンバーはいなくて、本当にいろんな意味でね、いろんな意味でそんな大層なことできる子はいなくて、ひたむきにファンの人はどうやったら喜んでくれるだろうって、私が少なくともよくメンバーのことを見えてたここ 1,2 年はすごい頑張ってる子しかいないと思います。うん、だ応援してもらいたい、見てもらいたい、聞いてもらいたいっていう気持ちがだけなんですよ。本当にアイドルってそんなに給料高いわけじゃないしね。本当にそれだけなの。だからそこもやっぱり組んであげること、じゃあお前らに聞くぞ、大人が全部決めてくれると思うか、ここでこのポーズしてください言われると思う？そんなこと言われないよ。ここフリーです、自分で考えてください。握手会この服着てください言われると思いますか？全然言われませんよそんなこと。自分で考えて人に好かれる術を自分で考えて模索してそれを表現するのがアイドルなんですよ。じゃあ曲は来るよ、歌詞も来る、ありがたいことにいただけてます、そういうのはね。だけどそれまでその歌を歌うまでの自分になるためにこの子たちは努力するんですよ。意味わかります？いやもう何年もやってるプロの人たちですよと一緒にお仕事したい、この人たちの歌が歌いたいって思ってるから、そこの選抜に選ばれるまでにじゃあこの期間どうファンを増やすかっていうのを考えて頑張って公演やったり練習したり、今だったら衣装だって自分で決めてます、自分たちで決めてますよ。そう、なんかそこに尊敬の念が抱けないオタクはオタクじゃねえからもう二度とすんなって感じ。うん、本当にまずありがとうございますだろって思う。うん、生きてるだけで偉いんだから、アイドルなんて。私はファン側の意見としてそうだね。今アイドル側に立ったらそんなこと口は裂けても言えないよ、応援してくれてるファンのみんなだけど。ファン目線で立ったらなんかなんでなんかこの子こんなに頑張ってるのになんかそんなこと言えんのっていうことを口走ってるオタクがあまりにも多すぎる。私その子のファンだったらブチギレてるよっていうことを
かな。だからもうこういう大人げないことはやめてください。メンバーのこと無視するなんて考えてもそんなことできない、私だったら。だって確実に自分より努力をしていて人に笑顔を与えられる存在じゃないですか、ステージに立ってる時点で。なのになんか自分がこの人すごい文章からなんか応援してやってたのにみたいな感じ伝わるんですよ。わかりますか？もう一回文章読みますよ。私は3年前くらいにとある1期生のメンバーに嫌われました。自分が悪いのは間違いないんですが、もう私と関わるなと本人から言われてしまいました。その時は怒りの気持ちもあり自分から離れましたが、初期から応援していたのもあって正直には嫌いにはなれないです。それに今は2期生の子を応援しているのですが、 NGT を応援している以上どうしても視界には入りますし、気にしないなんて不可能です。この3年間は自ら Twitter インスタはブロックし、ショールームもフォローを外しました。しかしまた最近どうしても気になってしまい、ちょいちょい活躍を見てしまう自分がいます。ここまでの文章で絶対的自分が上に立ってる立場なんですよね。もう関わるなと言われているので公演の見送りでも自分から無視していますが、心が苦しいです。無視しているので向こうの表情は分かりませんが、そろそろ謝ってまた応援させてもらいたい気持ちもあります。手紙を出してみようかとも思いますけど、関わるなと言われているのはどうしたらいいのかと思っています。本人はもう忘れているかもしれません。もう怒ってないかもというような考えは甘いでしょうか。なんか何様なんて思うんだよね。うん、何したか、本当に何したのって感じなんでそんな、じゃあそのひどいことしておいてよくそんなことできるねって。自分からツイッターインスタブロックしてる、ショールームのフォロー外しました、でも気になってます、応援したいです。身勝手すぎないこっちの気持ち全無視じゃないですか。うん、そう、何したか書かないんですよ、こういう、確かに。そういうところもなんかもうほんと性格って感じだけど、まあ、まあまあまあ、これもしね私のファンなら私にこれ言ってくること自体やべえやつだしっていう自覚持ってよって思う。お前傷つけたんだろ一回っていう感じなんですけど、私的にどうですか、皆さん的には。だからもう全てにおいて言えることは脊髄で押せ本当に好きなら謝れ、まず謝って